エスターイコールエステア、アウストリアイコールエステカまたは、ハプスブルクイコールエステア、アスブルゴイコールエステケは、イタリアのモデナ公国の統治者カモンエステケの断絶後、その名跡を受け継いだ、ハプスブルクロートリンゲン家の文家。エステア最後の聖院、マリア・ベアトリーチェデステエステア最後のモデナ公であった、エルコレ3世は、1796年に、フランス革命軍の侵略によって、 両国を失い、モデナ公国は、フランスの衛星国、チザルピーナ共和国に併合された。亡命者となった、エルコレ三世は、保証として、南ドイツのオーストリア領、ブライスガウ公領を与えられた。最後のモデナ公フランチェスコ五世オーストリア側は、エルコレ三世の一人娘、マリア・ベアトリーチェを皇帝ヨーゼフ二世の弟の一人、フェルディナント大公に目取らせており、 ブライスガウが再び一族の領地として戻ってくることを期待していた。1803年にエルコレ3世が死去すると、ブライスガウは娘夫婦が相続したものの、1805年には拡大を続けるバーデン大公国領に併合されてしまった。フェルディナント没後の1814年、フランスによるイタリア支配が終わると、モデナはマリア・ベアトリーチェとその次男のフランチェスコ4世に、 変換された。この結婚によって創設されたモデーナ家の女系分家であるアウストリアイコールエステ家は1814年から1859年までモデナ及びレッジョ公国を統治した。アウストリアイコールエステ家のモデーナ公爵はレッジョ、ミランドラ、マッサの公爵及びカラーラとルニジャーナの大の称号をも帯び1847年からはグアスタル ラ公尺王もその称号に加えた。広告は新しく成立した統一イタリアによって、独立を奪われ、最後のモデナ公フランチェスコ・5世は退位させられた。フランチェスコ・5世はオーストリアに逃れ、余生の大半を同国で過ごした。1840年により、フランチェスコ・5世は、母方の血統を通じて、ジャコバイトによって正当なイングランド及び、スコットランドの多い継承者とみなされていた。 フランチェスコ5世が1875年に、ウィーンでよう去ると、アウストリアイコールエステケの断岐は耐えた。フランチェスコ5世の血統上の後継者は、名のマリア・テレジア大公女であったが、彼女は、バイエルン王ルートビヒ3世と結婚した。このため、ジャコバイト王位の請求権を保持しているのは、現在のバイエルン王家家長のバイエルン公フランツで、ある。フランツ・フェルディナント大公は、 ゾフィー・ホテク・伯爵夫人との結婚により、子孫にエスターイコール・エステケの家督を継がせることを許されなかった。フランチェスコ五世は、エステケの加盟を、ハプスブルク・ロートリンゲン家に保持させると決めていた。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の弟、カール・ルートビヒ大公の長男であるフランツ・フェルディナント、大公が、アウストリアイコール・エステケの家督及び莫大な資産を、 相続したが、フランツ・フェルディナントは、エルコレ三世の子孫ではなかった。フランツ・フェルディナント大公は1896年に、オーストリア・ハンガリー帝国皇帝くらいの推定相続人となったが、1914年6月28日に、サラエボ事件で暗殺された。フランツ・フェルディナントの帰遷結婚のため、その子孫である、ホーエンベルク公爵家は、 エスターイコールエステケの家督を継ぐ資格は、愚か、ハプスブルクロートリンゲン家の正式な一員とすら、認められなかった。このため、ハプスブルクロートリンゲン家は、フランツフェルディナントに代わって、定位継承者となった、カール大公の次男で、1915年生まれの、ローベルトをオーストリアイコールエステケの相続人に指名した。ローベルトの母ついたは、サルデーニャ王妃。 マリーア・テレーザの夜叉後に当たるため、ローベルトは偶然ながら、エスターイコールエステの加盟とかつてのアウストリアイコールエステ家との血統上のつながりを復活させた。現在のオーストリアイコールエステや課長は、ローベルトの長男ローレンツである。ローレンツは1984年、ベルギー王アルベール二世紀の長女アストリットと結婚した。1991年のベルギー王位継承法の 改正により、アストリッドと、その5人の子供たちはベルギー王位継承権を持つ、ことになった。アストリッドの夫であるローレンツもまた1995年に、ベルギー王子の称号を与えられた。ありがとうございます。